えー、皆さん、こんばんは。えー、また、このように、えー、YouTube、私たちのチャンネルに合わせていただきましてありがとうございます。きょ今日はいよいよ、目視録の13章を皆様とご一緒に見ていきたいと思います。ところで、今、アメリカが生んだ巨大企業、5つよく言われるものに、ガーファムっというのがあるんですね。 まあ、グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフト。このアメリカの企業は世界中から富を吸い取ってるわけですが、まあ、これらの企業のある本社は、まあ、潤うわけですね。シリコンバレーとかシアトルは潤うわけです。この企業っていうのは何かと言いましたら、国境を取っ払って、世界を一つにしていこうという思想の中で動いてる企業なんです。 でそういう考え方に対して、いやいや、国民国家を優先すべきだという立場に立ったら、どんなことになるのかというのが、今年の1月によくわかる事件があったんですね。実は2021年1月1日に、ボリス・ジョンソン政権、すなわちイギリスの政府が、e、EU から完全に離脱しましたね。その結果何が起こったかと言いますと、新年一番最初の、 この、ロンドンシティの営業日に大異変が起こったんです。実はイギリスというのはですね、昔は労働組合の力が強くてね、イギリス病というふうに言われまして、まあ全然 GDP 上がらなかった。ところがサッチャーという鉄の女が現れまして、サッチャー革命といって様々な規制を撤廃することによって、イギリス、ロンドンのシティというところが、 ヨーロッパの金融の中心になることができた。これによって、イギリスの経済がガーンと良くなるんですよね。ところが1月1日に EU 完全離脱ということで、今年の最初の営業日1月4日に何が起こったかと言いますと、60億ユーロ以上ものお金が、株式投資のお金が、シティからずらーっと逃げていって、オランダのアムステルダムに行ったんです。 以後変わってません。つまりどういうことかと言ったら、ロンドンのスティーは一夜にしてヨーロッパ最大の金融の中心であるという座を譲り渡したんです。どうしてそういうふうに転落してしまったこと言いましたらはっきり申し上げまして、ボーダレス経済に対しまして背中を向けて国民国家として我々はやっていくんだという、まあ、その立場に立ちますとね、 どんなに歴史や伝統や文化やまたスキルがある国であったとしてもね、繁栄は逃げていくんです。そこでイギリスどうしたかと言いましたら、今年の2月1日にですね、TTP に正式加盟申請してますよ。今 TTP の中心というのは日本です。つまりね、この TTP というのはもともと EU をモデルにして、 このイメージしている艦太平洋経済パートナーシップというふうに言われてるんですけれども EU から出たら EU に代わる地域国家の中に加わっていかないとどこともお付き合いしない単独国家で今まで通りやっていきますというふうに言いますとねもう21世紀は生き残ることができない時代ですつまり今世界はどういう潮流で動いているかと言いますとね統一政府です世界は グローバル、統一経済、統一政府に向かってずーっと動いてるのであって、それにあらがって、うちの国はうちの国だけでやっていきますということを主張するならば、すぐに貧しい国に転落してしまうというんですよ。まあ、このガ a f a m って先ほど申し上げましたけどね、このグーグルという会社の創設者、セルゲイ・ブリンという人ですね。旧ソ連の人です。 それから、アップル。有名なスティーブ・ジョブズですよね。お父さん、シリア人。中東の人。そして、フェイスブックっていうのは、現在のこの CEO っていうのはですね、えエド・アルド・サベリンという人で、これはブラジルからの人です。そして、アマゾンはジェブ・ベゾフという人ですけれども、ヨーフはキューバからの移民です。 そしてマイクロソフトっていうのは、現在の CEO っていうのはですね、えー、このサティア・ナディアという人ですけれども、インド人ですよ。私は今から2年前に、このシアトルに行きまして、シアトルっていうのはですね、マイクロソフトの本社があるんですけどね、本社の近くね、インド料理店ばっかり。私が泊まってるホテル、いいホテルに泊めてもうたんですけどね、私が泊まってるホテルの半分以上はね、インドの人です。 ここほんまにアメリカかみたいな。それから最近よくニュースになる、あの、テスラという電気自動車の会社ありますよね。宇宙開発したりする。あの、イーロンマスクという人は南アフリカ出身です。そして、まあ、賛否両論いろんなこと言う方いますけれども、ファイザーのこの新型コロナウイルスワクチン。 ファイザー製のものが一番まあ、この効果があるというふうに言われていますけれども、実際これを開発したのは、ビオンテックというドイツの会社なんですけど、このビオンテックなしバイオンテックというこの会社を創立した夫婦はトルコ人です。今ね、世界をまたに、え、この世界全体を市場にしている企業っていうのはね、国境とか、 国家主権とかいうことについて、ほとんど頓着しないですね。国のボーダーの枠を超えて行動しているので、採用する人間も、国の枠を超えてます。そしてそういうところに、都民も、情報も、人材も、吸い取られていくんです。なので、これから単独でやっていきます。これはもうね、れやればいいけど、 やれば必ず没落するんだと。いうことで、世界は地域国家。地域国家から、実は一つの国、ボーダーのない一つの国。まあ、グローバル経済とよく言いますけど、グローブっていうのはね、地球っていう意味です。一つの地球。その方向に向かってずーっと世界の潮流が流れてるんですけど、それに抗うと没落する。21世紀生き残っていくことができない。みたいなね。 で実はね、バイブルを読みますと、大昔から、世の終わりには世界は一度、統一政府の下にまとまる。世界は一つの国になる。今、約200の国々がありますけれども、一つの国になる。一つの国になるけれども、やがてそれがうまくいかなくなって、党のブロックに分かれます。すなわち、10カ国の連合になります。この10カ国の連合のうち、 三つの国がかけて最終的に七カ国連合の世界がやってくるんですがその時世界は人類史上最低最悪の時代を迎えますその七カ国連合の時代っていうのは42ヶ月続きます3年半続くんですけれどもこの時代かつて人類がこのように産声を上げてから今日に至るまで最も最も恐るべきおぞましい苦しい 大難の時代になるというふうに言うんですなぜそれが大観難の時代になるかと言いましたらその3年半続く7カ国連合の時代というのはねその国というのは反キリスト帝国だからです悪魔の意のままに動くことのできる人物が治める反キリスト帝国で今日はその反キリストという人物がどんな人物なのかということを 集中的に詳しく説明している箇所、それが目視録の13章なんですね。ご一緒にちょっと考えてみたいと思いますけれども、まあ、この3年半の、特に後半3年半のことについてなんですけれども、えー、人類がやがて突入する7年間の観難時代の 後半三年半、七年間を観南時代と言うとするならばですね、後半三年半というのは大観南時代です。この大観南時代に起きまして、七年ありましたですね。中間から後半七年。この時に、七種類の主要な登場人物が出てくるんです。この七種類の登場人物、 7種類の登場人物を12章と13章で前もって説明してるんですね。で、12章すでにやりました。この7種類の登場人物のうち5つの登場人物はすでに目視録12章のところで説明してあります。で、今日は残りの2つ。海から登ってくる獣と、地から登ってくる獣。この海から登ってくる獣というのがこの3年半、 ハンキリスト帝国の主人公であるハンキリスト。そして地から昇ってくる獣というのが、このハンキリストを補佐し、支える、地から登ってくる獣というのは、偽予言者のことなんです。サタン、ハンキリスト、偽予言者、悪の三味一体。さあ、この十三章、一体どんなことが書いてあるのか。 まずざっくり言いますとね、今日3つにまとめます。第一番目のポイントは、この大観難時代に登場する反キリストの帝国は、どんな形の国でどんな特徴があるのか。これが一つ目のポイントです。7カ国連合の国ってどういう特徴があるのか。これが一つ目の特徴です。2番目のポイントは、後半3年半、この悪の帝国をコントロールする反キリスト 2何が起こってどんなことをするのか1つ目のポイントは反キリストの国について2つ目のポイントは反キリスト個人についてですそして3番目このような大観難時代に果たして希望はあるのかご一緒に考えてみたいと思うんですねでは第1番目です まず目示録の十三章の一節というところをご覧いただきましょうテキストですねお読みしますね。また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見たこれには十本の角と七つの頭があったその角には頭の王冠がありその頭には神を冒涜するさまざまな名があったっていうふうに書いてあるんですね。 ま、海から獣が登ってきた。その獣には十本の角と七つの頭があって、十本の角には塔の冠があった。で、この異様な姿をした獣は一体何を意味しているのかと言いますと、世の終わりに世界を統治する反キリストの帝国なんです。なぜそうだと言えるかと言いますと、すでにそういう帝国なんだということを、旧約聖書の中で前もって説明している箇所があるんです。 ダニエル書の7章です。そこで、この箇所を理解するために、まずダニエル書の7章に飛んで、そこからご一緒に考えてみたいと思うんですね。ダニエル書の7章の一節というところを、ちょっとご覧いただけますか。前の方で映し出すと思います。ダニエル書の7章の一節にこう書いてあります。バビロンの王ベルシャタルの元年、これは西暦に言いますと、紀元前553年なんです。 つまり、今から約2600年前に書かれたんですね。バビロンの王ベルシャツァルの元年、紀元前553年に、ダニエルという預言者は寝床で、ある夢と頭に浮かぶ幻を見た。それからその夢を書き記し、ことの次第を述べた。どんな夢を見たのかと言いますと、二節、ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が、 大海を掻き立てていた。すると、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれに異なっていた、とありまして、海から四頭の大きな獣が出てきたって言うんですけれども、実は旧約聖書の中で、大きな海と言った時には、必ず、地中海を指すんです。大海と言った時には、太平洋のことではありません。大西洋のことではありません。 古代ヘブル人はそんなことを知らないんです。旧約聖書の中で大きな海とか大海と出てきた時には例外なしにいつもいつも地中海です。この地中海世界を支配する違法人世界、これが大海です。この違法人世界、特に地中海世界をコントロールする国が出てくるというふうに言うんですね。 で、四つの獣が出てくるんですが、この獣、三節見ると、四節。第一のものは獅子のようで、和紙の翼をつけていたと書いてありまして、まあ、一頭目が、これは、ライオン。和紙の翼を持ったライオンで、これはバビロンのことなんです。なんでバビロンってわかるかと言いましたらね。実はバビロンの古代遺跡の発掘物の中から、和紙の翼をつけたライオンの彫像が出てきてるんですよね。 これが国家のシンボルとして採用されてました。だからここで言ってるのは、翼をつけた鳥の王者、和紙の翼をつけた百獣の王ライオンということで、このライオン、これはバビロンです。まずバビロンがこの中東世界を支配します。そして五節、すると見よク熊に似た別の第二の獣が現れた二番目は熊。どんな特徴があるか。その獣は、 横向きに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかったとありますが、まあこの熊というのはメ,デメ,メドペルシャのことなんですね。実はですね、この横向きに寝ていたというふうに日本語では翻訳されています。だけどこれ原文ではね、 片側が上がっていたというふうに書いてあるんです。片側が上がっていたというのをなぜ横向きに寝ていたというふうに翻訳したことを言いますとうつ伏せに出たり青めきに出たりじゃなくて横向きに出たら両腕あって一方が下になって一方が上向くじゃないですか。このバビロニア帝国を滅ぼしたのは メドペルシャという国なんですが、このメドペルシャというのはメディア帝国とペルシャ帝国が連合形態を持って治めた国です。メディアペルシャ帝国だったんです。このメディアペルシャ帝国というのはメディアの方がペルシャよりもはるかに大きかったんですが、この連合国を作ったキュロスという王様はお父さん ペルシャ人でした。お母さん、メディア人でした。お母さん方のおじいさん、メディアの最後の王様なんですけれども、関係良くなかったんですね。それで、最終的にペルシャがメディアを食っちゃうんです。それで、一方の癌が,が下がっていって、一方の癌が,が上がる。最終的にはアケメネス朝ペルシャという帝国になるんですね。このアケメネス朝ペルシャは、 3つの国を滅ぼしますリディアバビロンエジプトこれが口の中にある3本の肋骨ですさてこのペルシャを滅ぼす国がやがてその後に出てきます6節そのあとペルシャ時代のあとペルシャ時代を終わらせる国が出てくるそれは見ているとなんと豹のような別の獣が現れたその背には4つの鳥の翼があり その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられたというふうに書いてありまして、この三番目の獣というのはペルシオを滅ぼした帝国ですね。アレキサンドロスの帝国です。ギリシャです。アレキサンドロスは33歳で死にますけれども、彼の死後、国を継いだのは息子ではありませんでした。四人の部下が、 広大なアレキシダ・サンドロスの大帝国を4つに分割するんですね。そしてそれぞれが独立します。そして牽制を振るっていくわけですけれども、この4つの国の中で最後まで生き残ったのがセレウコス朝シリアとプトレマイオス朝エジプトです。このシリアとエジプトの両方を滅ぼす国がその次に出てきますね。ローマです。 この、表の後に出てくる、え四、ー、番目の獣。特にダニエルは、この四番目に注目するんですね。なのです。その後。アルケサンドロスから出てきた、派生した四つの帝国の後。また夜の幻を見ていると、なんと、第四の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で、非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、暗らっては噛み砕き。 その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れた全ての獣と異なり、十本の角を持っていたって書いてあります。さて、ここでね、今四頭の獣の話をしましたが、獣っていうのは一体何を意味してるのか、ちゃんとこのダニエル書の中に定義付けしてますので、まずそこを確認したいと思うんです。このダニエル書の17節です。こう書いてます。 これら四頭の大きな獣は、地から起こる四人の王である。違法世界から出てくる四人の個人の独裁者。つまり獣というのは、人を表している。それぞれの帝国の中の英雄というか、創始者というか、それぞれの帝国の独裁者個人のことを言ってるんだというふうに言ってるんですが、同時に23節 彼はこう言った。二十三節。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国って書いてあるんです。先ほど獣っていうのは人のことだと言ったんです。ところがここでは第四の獣は地に起こる第四の人ではなくて第四の王ではなくて国って書いてあるんです。つまりね。 この幻の例えで、獣と言ったときには、二つの意味があると理解しなければならないんです。獣というのは、大帝国そのものを表すときと、大帝国の独裁者を表すときと、両方の意味があるんです。人の意味でもあり、その人が支配している帝国の意味でもある。国の意味でもあり、独裁者の意味でもある。これを、まず、 押さえてておいいくださいそれを知ることが目白を解く鍵になりますさてこの第四の国っていうのはね実は厳密に見るとローマの流れを汲んでるけれどもローマそのものではないんですこの第四の国っていうのは終末時代関南時代に の前に現れる、週末時代に現れる世界統一政府のことだということができるんですね。えー、まあ、何段階かあるんですけど、もう一度23節彼はこう言った。第四の獣。その恐ろしくものすごく不気味で、それまでの帝国と比べ物にならない、おぞましいすごい国。その第四の獣は、地に起こる第四の国って書いてあるでしょ。 単数形なんです。一つの国です。メドーペルシャみたいに二つの国じゃないんです。一つの国です。そしてこれは他のすべての国と異なり、全道食いつくしって書いてます。それまでのバビロニア帝国、ペルシャ帝国、アレキサンドロスの国々 これらの国は大きいですよ。まあバビロンはそんなに大きくなかった。でもペルシャって一番東端インドの一部部ですよ。一番西の端はアフリカまで行ってるんですよ。アフリカからインドまで一つの国。でも全地じゃないんです。非常に大きな国であった。だけども これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、全地球です。全地球を意のままに支配する単一の国、すなわち全世界は一つの国になるんです。すべての国、今約200ある国は一つの統一政府のもとにコントロールを受ける時代をやってきます。世の終わりには世界統一政府が現れるという根拠はここです。 この統一政府の国家の特徴は、全土を食い尽くし踏みつけ噛み砕くと書いてますよね。実はこのローマという国は、まあどこを発祥にするかによって違うんですけども、1200年以上続いたんです。なんでローマ帝国ってそんなに長い間寿命が伸びたかと言いますとね、支配した国をいつまでも非支配国として扱うんじゃなくて、ローマの市民権をバンバン与えていったんです。 そして、このローマに対して愛国心を持ったり愛着を持ったりするために優遇したんです。だからローマに対する反抗心がなくなって、ローマは結果として生き長く存在することができたんですが、この国は食い尽くし踏みつけて噛み砕くと書いてます。ローマはそんなことしてません。これはローマには当てはまらない記述です。ローマの流れを組んでるけれども、 全世界を地球的規模で全地をグローバルに統一する国。これが第一段階です。第二段階。24節。十本の角はこの国から立つ十人の王って書いてますね。この世界統一政府国家から十本の角が生えてきます。この角というのは十人の王だとか出てますね。すなわち世界は 10カ国連合に割れるんですね今約200ある国が党のブロックに分かれていずれかの地域国家軍の中に吸収されながら党の連合体になります。それが十本の角の意味です。しかし24節の2行目彼らの後にもう一人の王が立つすなわち11人目が登場するんですね。この11年 ね、11人目が立った時に、彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒すと書いてますね。すなわち、10人の王のうち、3人の王が支配している3つの国を滅ぼすんです。その結果、10カ国連合が7カ国連合になってしまいます。しかし、この7カ国連合の時に、この打ち倒した人物、これが反キリストなんですが、彼は、自らを神と名乗り、 神に向かって恐るべき冒涜の言葉を語るようになります。それが25節意と高き方に逆らう言葉を吐き、意と高き方の生徒たちを悩ますとか出ます。この地上において、バイブルの神を信じている人たちがたくさん殺されるような時代がやってきます。しかし永遠にそれは続きません。25節の 後ろから二行目、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。すなわち、一年と二年と半年で、三年半の間だけ、この半キリストが、猛威を振るんだけれども、それが終わると、二十六節、しかし裁きが始まり、彼の主権を奪われて、彼は完全に絶やされ、滅ぼされる。何によって滅ぼされるか、キリストの地上サーリーなんです。 さて今言ったことちょっと頭の中に入れながらもう一度黙示録の13章に戻ってください。黙示録13章の一節この一節のところに「また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た」。こののの獣っていうのは国家の意味と 個人の意味と両方あるというふうに申し上げましたね。この一節では国家のことを言ってます。違法世界から違法人の国が現れる。その違法人の国というのは十本の角と七つの頭があった。その角には塔の王冠があり、そこには神を冒徳する様々な名があった。この十本の角というのは、これは王のことだというふうに申し上げました。 10カ国連合でスタートした帝国です。しかし、7つの頭って書いてますね。なんで、10本の角と十七7つ、10個の頭じゃないんでしょう。3カ国は、反キリストによって滅ぼされるからです。同時に、この7つの頭っていうのはね、これはですね、目示録の17章になった時に、この7つの頭の本当の意味を紹介したいと思います。これ実はですね、 ローマ帝国は7つの発展段階を経て最終的に反キリストの国になるんです。このローマ帝国7つの発展段階を説明しようと思ったらですね、ローマ帝国1200年の歴史をお話ししなければなりません。もうとてもじゃないけど今日の時間には収まらないんですよね。なので17章に来た時にローマがどういう風に変わっていったのかということをお話ししますので、その時まで 今しばらくお待ちください。さて、その国の特徴について考えていきたいと思います。この一節の獣というのは国としての獣です。しかし、二節に出てくる獣は、その国を治める、個人、独裁者、反キリストのことを指していると思われます。ちょっと二節を読んでみましょう。私が見たその獣は、表に似ていて、 熊、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えた。まあ、この二節の前半部分は国のことでしょうね。どんな特徴がある国であるのか、ハンギリストの国っていうのは。ヒョウに似ていて、熊に似ていて、ライオンに似てたというんです。ヒョウというのは何でしたかアレキサンドロスの国。熊というのはペルシャライオンというのは バビルンでしたねすなわちかつて存在,存在した3つの帝国の特徴を受け継いでいるのが反キリストの帝国なんですよ。じゃあヒょギリシャヒょですね。実は皆さんこのギリシャ文明っていうのは何かと言いましたらねいわゆる西洋の 西洋文明のルーツ、ヘレニズムの根源と考えていいと思います。まあ、この今の民主主義というのはですね、どこで生まれたかと言いましたら、やっぱりヨーロッパで生まれたんです。この西ヨーロッパの人たちは、この民主主義というのをどのようにして学んだかと言いましたら、古代ギリシャ文明から、それをヒントに学んだんです。 古代のギリシャ文明というのはですね、都市国家と言いまして、ポリスと言いましたね、それぞれの街ごとに出来上がってるわけですけど、アテネという街があったんですね、都市国家です。人口30万人。そのうち18万人が市民で、12万人は奴隷です。奴隷というのは、ものを言う家畜です。 人権は一切認められていません。もちろん、投票権なんかは持ってない。彼らは人間として扱われてなかったんです。実はこの古代ギリシャの民主主義というのはね、奴隷制によって支えられている民主主義であって、今の民主主義とちょっと違うんです。で、この18万人のこのギリシャの市民の中でね、実は女性は、 三成権がないんです。女性は子供を産む、子供を産む道具というふうに思われてました。女性というのは人格あるものとして認められていませんでした。古代ギリシャで。人間じゃないんです。人間じゃないので、人間なんだけど人間じゃないので、人格持たないので、人格的な関係は持てないんですね。すなわちね、男と女の間で愛が成立しないんです。 もちろん男は女を可愛がりますよギリシャ人もでもその可愛がるっていうのはね今で言ったら愛玩動物をペットにして可愛がるというのと同じような愛ですどんなにペット可愛がってても自分の伴侶じゃないでしょうそういう可愛がり方です人格持ってるのは男だけですだからギリシャ文明においては愛っていうのは男同士の間で成立するんです ホモセクシュアルですよね。それが美しいことでした。さて、この18万人の中で成人の男性ってどれぐらいおったかと言ったら、4万人です。この4万人がね、民会という、まあ、アゴラという広場で、民会という会合を持つんですね。この会合のことをギリシャ語でエクレシアって言います。 このエクレシアっていうのが、教会というふうに訳されてるんですよね、今。新約聖書で。で、この民会って、毎週あんねんけど、4万人集まったら大変ですよ。だいたい6000人ぐらいが集まったんですが。まあ、彼らはそこでですね、アテノの将来交渉、足を交渉、いろいろなことを話すんですけど、皆さん、今、政治に関心がありますか 趣味国会中継見ることってあんまり言ってないんじゃないですかあれでも時々面白いですよ。腹立つけど。だけどね、彼らはそういうふうにやったのはなぜかと言ったらね、暇で暇で知らなかったんですだって一切働かないんですから、週休二日制じゃないの週休七日制や。労働は全部奴隷がやってくれるんですよ。 あと、自由な成人男子、市民はどうするかって言ったら、ブラ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 して、暇で暇でしゃあない。暇でしゃあないので、暇だからこそできる素晴らしいものができたんですね。哲学です。忙しいと、哲学できません。 この彼らはね、ギリシャの哲学、この人類史上一番最初に哲学した人はギリシャ人です。一番最初に彼らは何考えたかと言ったらね、この世界は何で成り立ってるんだろうか。世界の成り立ちを考える、これがギリシャ哲学の一番最初で、これを自然哲学というふうに言うんですけれど、今の言葉に言い換えたら自然科学です。 タレースという人はね、万物の根源は水でやると言ったんです。全ては水から出てきたって言うんですよ。今の私たちの知識から考えたら、長い幼児やそんな考え言うかもわかりませんが、これ画期的なことでね、何が画,的画期的なことであるかと言ったらね、人類文明の中で一番最初にね、神様抜きでこの世界の成り立ちを説明しようと頑張ったんですよ。いろんな古代文明は、 から生まままれててきましたとというこでで始まってるんですバイブルだって初めに神が天と地を創造ししたでしょギリシャ人もねギリシャ神話の神々信じてるんでしょうけれども一旦哲学モードに入ると神様は一旦たん横のけといて頭の中で論理でこの世界は一体何で出来上がってるんだろう組み立てられていくんだろうって考えていってそして デモクリトスという人がこう言ったんです。この世界の根源はアトムである。アトムって原子です。私たちが目に見えているものはずっと細かく細かく分割していったら一番最後にこれ以上分割できないという単位になる。それを原子と呼ぼう。この世界に存在しているものは全部原子によってできてるってこれね、今の物理学に通じるじゃありませんか。当時のギリシャ人の人たちっていうのは 実験道具何も持ってないんです。頭の中の論理だけでここまで肉薄したんですよ。つまりギリシャ哲学っていうのは何かと言いましたらね、これね、論理なんです。もっと言ったらね、合理主義です。西洋合理主義。反キリストの国の特徴の一つは、ヘレニズム文明の特徴を受け継いでいる国です。 合理主義です。自然科学を崇拝すると思います。科学の可能性があったら、モラルとして首をかしげるようなことでやったとしても、やっちまえみたいな。すでにそれ起こってるんじゃないですか、今。二番目に何に似てるかと言いましたら、クマクマというのは、ペルシャ。このペルシャっていうのはね、人類史上初めて、 オリエント世界を統一した国なんです。バビロンは自分の周辺の国々は固めましたけれども、だけど、オリエント世界、オリエントっていうのはね、東洋のことです。東洋世界、中国を除くインドまでの東洋世界を統一した、いわゆる東洋思想。 で、このペルシャっていうのはですね、二度にわたって世界を制覇するんですよね。一回目はアケメネス朝、それから五百年以上明けてササン朝ペルシャというのができるんですけれども、この時にも世界を制覇するんです。この二つのペルシャ帝国に共通することは何かと言いましたら、ゾロ・アスター教の国であったということなんです。このゾロ・アスター教ってね、ゾロ・アスター、ゾロ・アスター、ツラツストラです。 ニッチが言ったこのゾロ・アスターってねこのに宗教にはね二人神様いてるんですよ光の神様と闇の神様光の神様のことを、えー、この、えー、アフラマズダって言うんですアフラマズダ闇の神様のことをアーリアンアーリマンって言ったんです アーリーマンでね全ての目に見える現象というのはこの2つの神様の格闘によって起こってるの例えば皆さんが今日出勤ないと思ってたら実はいかなあかんかったと後で気づいて寝坊したのはアーリーマンが勝ったので皆さん寝坊したってこういう解釈するんです <laughs> なんでこんなにコロナウイルス蔓延してねアーリーマンが。 アフラマズダに買ったからやとこういう、こういうふうにです。ワクチンできたアフラマズダが買ったからとこうなるんですよ。で、実はですね、このアフラマズダをですね、日本の中でも信じてる方がいましたね、あの、自動車のメーカーでね、マツダってあるじゃないですか。あの、マツダって、ロゴマークね、字でね、ツ、ま、ダになってるんですよ。 この図の部分がね、thu とかじゃないんですよ。なんで z なのか、これ。マツダやのに。マツダになってるんですダクテンになってるの。アフラマツダ信じてるの。マツダの創業者は。まあ、そんな話とでもいいんですけどね。このアフラマツダは、やがて、ペルシャを経まして、シルクロードを通りまして、中国に入ります。中国に入りますと、ビロシャナ、 という神になるんです。このビルシャナが朝鮮半島を経て、日本にやってくると、ビルシャナ仏になります。このビルシャナ仏っていうのが、奈良の大仏です。大日如来ですよ。皆さんご存知でしたか東大寺の大仏ってね、ゾロ・アスタ教のアフラマズダだったんです。このね、ペルシャの皇帝を拝んでくれたら、 いろんな宗教が混合していくということについてね、あんまり気にしないんです、これ。そして、世界は調和していくものなのだ。自然に任せようという、これ東洋思想なんですよね。その面があるんですよ。世界は一つになったという時代にそれがどん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 吸収されていきますね。そして3番目、何に似てるかと言いますと、ライオンに似てる、獅子に似てる。この獅子っていうのは、バビロンです。 このバビロンっていうのはですね、南ユダ王国を滅ぼした国、ネブカデネザルという王様が、紀元前586年にエルサレムの神殿を炎上させまして、そしてユダヤ人たちはみんなバビロンに連れて行かれるんですね。バビロンに連れて行かれた時にユダヤ人たちはバビロンについてびっくりしたことがあるんです。 実はこのバビロンにはモデル国家があったんですよ。そのモデル国家とは何かと言いましたら人類史上最初の世界帝国シュメールに作られた古代バビロン帝国です。かつてそこにバベルの塔を建ててそして我々は神のようになるんだって。その時まで世界は 一つの言語だったんですが、言葉がバラバラにされて世界中に散らされていったって言うんですけどね。このバベルの塔もそこで破壊されてるんですけれども、なんとね、ネブカデネザルね、バベルの塔を再建してたんです。ユダヤ人たちがエルサレム崩壊で、そしてバビロンに連れて行かれたら、なんと、目を見あるような高さのバベルの塔が見えた。 り上がったんじゃないですかそれ見たら分かるようにこのバビロンっていうのは一番最初の古代バビロニア帝国ニモロデ時代のバビロンを模範にしてるということが分かるんですがこのニモロデ時代のバビロンっていうのはね数学は60進法だということが分かってます。 皆さん1時間60本1分60秒じゃないですか何でなんですかバビロンが60進法だったというところから来てるんです暦の基準になってるんですよこれがこの天文学と高度な数学を操りながら彼らは日食とか月食とかそういうさまざまな周期を割り出すことができていたようですねそしたらそこから 星の運行に特別なメッセージを読み込んで、いわゆるね、先星術というか、占いというか、生まれた時の青年月日でその人の星が特定されて、その人の性格や人生が定まるような、そういうオカルト的な考え。バビロンから来てる。すなわちね、バビロン文明の特徴というのは、一見科学的なんですけど、オカルトなんです。 そしてこの三つの特徴を世界帝国、ハンキリストの国は持ってるでしょう。西洋合理主義と東洋思想とオカルト思想がそれぞれ流れ込んでいる。しかし、非常に獰猛な恐るべき国。それがハンキリストの帝国です。さて、このハンキリストの二節の 後半です。竜はこの獣に、ここで言ってるこの獣というのは国じゃなくて人だと思います。国と言ってもいいけれども人です。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えた竜というのは既にやりましたね。悪魔のことです。サタンのことです。サタンが自分の持っている大きな権威、力、能力をこのハンキルシトに 渡します。なので、ハンキリストは超人的な力を持ちます。超自然的なパワーを持つ人物です。では、このハンキリストにどんなことが起こるんでしょう三節。その頭の内の一つは打たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。 全知は驚いて、その獣に従い、竜を拝んだ、とかいってます。この頭のうちの一つっていうのはね、ハンキリストです。このハンキリストは、死んだと思われたが、生き返った。死んだと思われたが、その致命的な傷は治ったというふうに読むとね、死んだと思われたけれども、ギリギリ死んでいなかった。死んでいなかったので、回復したというふうに読めてしまうんですけれども、 原文の意味はそうではないんです。死んだんです。ハンキリストは、文字通り息を引き取りました、一度。死んだんです。で、何で死んだかと言ったらね、病気で死んだんじゃない。自死で死んだんじゃないんです。こう書いてます。撃たれて死んだ。つまりね、攻撃されて死んだんです。 暗殺されたんですよ。暗殺されて死んだ。それが起こるのが、関難時代のちょうど中間地点です。この時点に至るまでにですね、今や世界の万能の解決者、救世主はこの人物じゃないかというふうに、皆が認めつつあった人物、リーダーの中のリーダーだというふうに認められつつあったこの人物が、撃たれて死んだ。 やっぱり人間死ぬんだなぁ。と、皆が衝撃を受けますが、しかしよりすごい衝撃が次に起こったんですね。復活するんです。死んだと思われたが、死んだんです。その致命的な傷は治った。生き返った。死んだのに復活した。キリストのモノマネなんです。そして以後。 42ヶ月3年半の間彼は活動しますが、実はイエス・キリストの交渉外は3年半なんです。彼は、キリストではないのに、自分自身がキリストであるように演ずる人物です。そしてこの、死んだ人物が生き返ったのを知ったときに、全知は驚いて、3節の2行目、その獣に従い、竜を拝んだ、 竜が獣に権威を与えたからである。とありまして、つまり、ここで、イエスをキリストとして信じる人以外の全員が、反キリストを拝むんです。拝むというのはね、尊敬するという意味でちょこっと頭を下げるんじゃなくてね、神として拝むんです。 彼は自分自身のことを神と名乗るようになります。つまり、強制されて拝んだ。無理やり拝まされた。拝まないと売ることも買うこともできなくなるので、いやいやながら拝んだというよりも、その前に、死をも克服できるこの人物ってなんてすごいんだと、浸水して、そして拝んだ。 まあ実はね、あの私個人の YouTube チャンネルの方でですね、あの今の,あの新型コロナウイルスワクチンを打つというのは、これは666の刻印を打つことになると言ってる人がいてで、だから打ったら怖いとか言ってる人がいるですありえない、それは。ワクチン打って、じゃあ知らんうちに打ったけどそ、そんな意味があったんですかそうじゃない、これね、666というのは、次回お話しますけどね。 打たれる人というのは反キリストに浸出して竜を拝んだ人たちのその献身の印として刻印を受けるんです。この反キリストがこのように人々の礼拝を受け取るんですけれども。 4節に、誰がこの獣に比べられるだろうか、誰がこれと戦うことができるだろうかというのは、これあの、出エジプト時に出てくる言葉でね、後悔が割れて、そして、この渡った時の言葉ですよ。つまりね、神に対して圧倒的な賛美をする時の礼拝を人間に対して使っているということです。さて、 彼はどうするんでしょう誤節。この獣には体験相互して冒涜の言葉を語る口が与えられた。四十二ヶ月の間、活動する権威が与えられた、とありまして、先ほどの目視録の中で、図高き方に向かって、恐るべき言葉を口にする、というふうにありましたけれども、そ、ここなんですよ。ダニエル書七章で言ってたのは、ここのこと。 ですから、旧約聖書を読んで初めてこの新約聖書がよく理解することができるということになると思います。さて、彼は体現相互して冒徳の言葉を吐くんですが、三つのものを冒徳します。六節。獣は神を冒徳するために口を開いて、第一番目、神の皆を冒徳します。皆というのは名前ですけれどもね、聖書では名前というのは実体を表します。 つまり、バイブルのやェイなる方、あってある方、すべてのものを存在せして占めた方、万物の第一原者であられる方、その神をなじります。バイブルの神の全否定はあります。二番目、神の幕屋を冒涜した。これ幕屋っていうのはね、テントのことなんですね。この 黙示録を書いたのは、ヨハネという人物ですが、使とヨハネは黙示録以外に、ヨハネの福音書を書いています。このヨハネの福音書の一章のところで、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという言葉があるんですね。言葉というのはイエス・キリストです。神の御子であられる方は人となって人間となって、私たちの間に住まわれたというのは、 ギリシャ語では、私たちの間に幕屋を張られた、という言葉なんです。神の幕屋というのは、肉体というテントを持ってこの地上に一度来られた方。だから神の幕屋、ということを言ったときに、おそらく受肉したイエス・キリスト受肉した神の一人子、あんなもの神じゃないってって、冒涜します。そして三番目に冒涜されるのは、天に住む者たちを冒涜した。 ここで天に住む者たちと言ったときに二つの可能性があります。第一番目の可能性は、この寒南時代に反キリストをキリストとして認めず拝まなかったことによって殉教していく人たちです。反キリストを認めないというのは、本物のキリストを知っている人以外にはできないことです。すなわち、 関難時代にイエスをメシアとして信じることができた人たちは、殉教します。殉教することによって彼らの魂は天に行きます。体は地上に残ってても彼らの魂は天に行くんですね。すでに信じた者たちを罵っているというふうに言うんですが、特に、ハンキリストが目の仇にするのは、ユダヤ人の信者なんです。ユダヤ人を全滅させることができたら、地上サイリンが実現しないと考えているからです。 つまりね、特にユダヤ人信者を目の敵にして、罵り、虐殺し、死んだ後も罵ってる。なので、こういうことができます。反キリストとは、反ユダヤです。反キリストとは、反ユダヤです。反ユダヤ主義や、反ユダヤ思想というのは、 反キリストと親和性があります。今もね、あのガザから24時間300発撃たれてるじゃないですか、バーと。まあ、日本中のいろんなマスコミがね、非人道的とた毎日新聞がもう言ってました、それ。で、それに対してですね、防衛副大臣のね、えー、中山康秀さんが、ね、いやー、イスラエルは国だ。 ミサイル撃ってるハマスは国じゃなくてアメリカでも日本の公安調査庁でもテロ団体として指定されてる団体だ。テロ組織が国家に向かってミサイル撃ち込んで国は国民を守るというその責任があるその責任と資格っていうのは国際法で保障されてる撃ち落とすのは当たり前じゃないか。そして彼らが撃てないようにするように 反撃するのは当然じゃないかといったときに、まあ、これが炎上して、実はね、あの、中山さんのお父さんがね、毎年一回私の講演会聞きに来てくださってるんです。もう10年以上。元大臣です。大阪選出のね、方ですよね。で、イスラエルのことについてね、よーく聞いて、いや、今度、息子にも、 なんか勉強会でって「いやもうぜひ読んでください」ってい言ってるんですけどね。ところが何かイスラエルというのは帝国主義の巨人でハマスっていうのは弱者を代弁する正義の味方みたいなそういう出来合いの道徳のストーリー書きをやってねそれでは世界の現実読めないですね俺は。 だけど浴びるようにそんなことばっかり聞いてたらいつの間にかイスラエルけしからのユダヤじゃあかんでってなるんじゃないですか今もいろんなところで陰謀論ロッシチャルドがどうのユダヤ財閥がどうのってもうねネット見てたらそんな話ばっかりですこの間ある人が教えてくれました「高原さん大変ですよ高原さん DS になってますよ」と DS ってゲームじゃないですよ私もあの影の政府の一員になったそうです こんなしょうもないの <laughs> ねえ、ディープステート。ああ、妄想の世界です。まあ、何を言いたいか、反ユダヤ主義は、ふっと気付いたら、反ギリストの協力者になる道に道を開きます。さて、関難時代に救われた者たちへのののりというふうに取ることもできる。もう一つの可能性があるんですね。 もう一つの可能性は何かと言いましたら、この天に住む者たち、寒難時代の前に警挙した教会という可能性も捨てきれないと思います。警挙というのは地上から取り上げられることです。一万人、二万人じゃないんです。何千万人、何億人。そういうこの地上にいたクリスチャンたちが忽然と姿を消した。 ならば、その時のインパクトっていうのはすごいですよ。そして、その人たちが前もって語っておいた関南時代のメッセージ、目白録のメッセージを前もって聞いていた人たちは、どれほど反キリストが花々しいデビューをしても、こいつ正体悪魔だってわかるんじゃないですかその敬挙された教会のことをあいつらは、 集団自決したとか、あるいは UFO が来てさらっていったとか、とにかくね、軽挙ということが本当にあるはずがない。軽挙という事実を合理的に説明できるためのまやかしの言葉を語ることによって、軽挙のインパクトを薄めようとしているのかもしれません。そこはもう想像によるものです。が、その可能性も、 ないわけではないな、というふうに思います。さて、このハンギリストは、何とて書いてますか ?7 節獣は、生徒たちに戦いを挑んで、打ち勝つことが許された。また、あらゆる部族、民族、言語国、国民、国民を支配する権威が与えられたというふうに書いてありまして、ここで、獣は生徒たち、地上でキリストを信じている者たちに打ちかかって、彼らに勝つんです。 この人物が一番最初にやることは何かと言ったらね、目示録の十一章の七節というところを見てみますか。目示録十一章の七節。実は関難時代前半の三年半の間、主にエルサレムで活動する二人の商人というユダヤ人の預言者がいるんです。目示録で語られていた時代はまさに今のことだ 旧約聖書で語られていた終末時代とは今のことだということで、主にエルサレムで活動する二人の預言者がいるんですが、この二人の預言者は、三年半の間、誰も彼らを止めることできない。止めようと思って妨害しようとしたら、天から火が降ってきて、そのものを滅ぼすと書いてあるんです。この十一章の七節に、二人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が、 彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまうって書いてあるんです。この底知れぬところっていうのは、ギリシャ語でアブソスという言葉で、これは死後の世界の中である特定の場所があるんですね。死後の世界の中のある特定の穴と言われている場所があります。アブソスです。このアブソスから登ってきたということは、アブソスにいたということです。アブソスっていうのは死後の世界なんですよ。 すなわちこのケモのハンキリストというのはね、一度死んだということです。アブソツから登ってきたということは、死んだのに生き返ったということです。そして生き返った後で彼がやることは、彼ら二人の預言者と戦って勝ち、彼らを殺してしまう。これをかけりにね、まあ、前半部分でもたくさんの殉教者が出てますけれど、 関南時代後半というのは、すさまじい数の人々が、殉教していきます。そのような状況の中で、三番目のポイントです。今日の結論。希望があるんだろうか。この、もう一度、目視録の13章、ご覧いただけますか。こう書いています。急節。耳のあるものは聞きなさい。 囚われの身になるべきものは囚われ、剣で殺されるべきものは剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要である。この十節のね、囚われの身になるべきものは囚われ、剣で殺されるべきものは剣で殺されるというのは、一言で言うと神の報復の原則です。 この大観難の時代に生徒たちを迫害し、補修として連れていった者は、やがて亀によって自分自身が囚われもの者となって、死後の世界に連れていかれます。この大観難時代に生徒たちを弾圧し、剣で殺した者たちは、やがて自分自身も亀によって裁きを受けて殺されます。 生徒たちにしたことは自分にそのまんま帰ってきます。報復の原則です。自分で復讐する必要がありません。神が代わりに報復なさいます。この7節に、獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されたって書いてますよね。誰に許されるんですか 創造主なる神が許可をしてるのでそれをすることが許されてるんだけれどもいつまでも許可され続けるということはない必ずこの悪には終わりがある、えー、実は先日ですねフランスのブサンソンというところでね事件があったんですブサンソンというのはですね国際指揮者コンクールっていうのがありましてあの小沢誠二さんがね ブサンソンで国際式コンクールで優勝して一躍世界の小川あ、えー、小沢としてスタートを切るわけですよ。えー、そのブサンソンにもなんと我らがマクドナルドがあるんですね。我らがっていうか <laughs>、マクドナルドがありまして、そのマクドナルドにね、今から2週間前、2人の強盗犯が入るんです。1人は散弾銃持っててね。 ブワーッと店入っていったら40人以上のお客さんたちがいてたんですけれども、入るなり天井に向かって散弾銃ズドーンぶちかまして、そして床に腹ばいになれってみんな腹ばいにぶちゃーその次にもう一人が、金は出せって言って日本円にして24万円を踏んだくって、そして出ていくんですが、実はこの40人以上のお客さんの中にね、 フランス特殊部隊の兵隊が11人乗ったんです。GIGN って言ってね、これね、対テロ対策専門、人質解放専門の、えー、憲法特殊部隊かなんかいう、なんか特殊の名前の部隊ですよ。で、この人たちは私服だから、戦闘服なんか誰も着てないから、 犯人はまさかそこに人質問題解決の対テロ戦略のプロがいるっていうこと分からないのでズドーンってもうわが物顔に振る舞ってそして出て行ったんですけれども彼らが出ていくとこの11人が見事にチームワークを作動しましたねあっという間に待てドキッとして階段でつまずいた一人をまず捕獲しかしもう一人は散弾銃持ってるんです 止まれと言った時に銃向けたこちらも銃向けろ。降ろせ降ろさない降ろせ降ろさない威嚇射撃バーン降ろさないそれで腹打ったそうですああっとのたち回ってる彼を捕獲して病院送りにしそうして2人とも逮捕ですこうして円満に解決したんですけれども後でね お客さんの中からちょっと不満というか疑問が出てきたんです。え ?11 人も特殊部隊の下手やおったんそれやったら、彼らが入ってくるなり、すぐに捕まえてくれたらよかったのに、こんな汚い床に腹ばいになって屈辱的なことを経験せなあかんかって。11人持って、向こう2人しかいてない。11人中9人は銃持ってた。 やっつけようと思ったら簡単やったはずや。なんですぐにやっつけてくれへんかった。これが映画やったらすぐパパパパパパーン解決。やろうと思ったらできたんですよ。しかし彼らは犯人逮捕だけが目的じゃなかったんですよね。いかにマクドナルドのお店の 器物損壊を避け、同時に残りのお客さんを無傷のままで解放するか。とにかくやっつけたらいいんだと言ったらすぐさまできたかもわからないけれども、犯人のみを捕まえて、あとはお客さんもマクドナルドの店舗も何一つ被害を被ることがないような完璧な救出をするために、あえて、 最初、彼ら自身が腹ばいになったんです。プロの仕事っていうのは、素人が見た時に、時に、遅すぎるように見える時があります。働いてないように見える時があります。物足らないように見えることがあるんですね。しかし、プロにはプロの仕事のやり方がある。プロは、 一番ベストの方法をとって解決しますが、しかし、素人はそれが見えないので、ナンセンスに感じてしまうことがあるんですね。3年半の間、神はなんで介入してくれないんだ神には神の深いお考えがあるんです。必ず、この世界を、この反キリストの支配する時代を終わらせる。 だからこう言ってるんです。42ヶ月。この時点から3年半、あと42ヶ月待ちなさい。翌月になったら、あと41ヶ月待ったらいい。指折り数えて、待ちなさい。私は必ず解決するから。なので、10節の最後、ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要である。 この忍耐と信仰は何に基づいて生まれてくるでしょうか約束の言葉に基づいて生まれてくるんです。約束の言葉とは、囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。この約束をした方は、約束を途中で放棄することはありません。必ず実現する方です。だから約束をしっかり握っている人は、ブレないで済むんですね。 目白くは、私たちを怖がらせるために書いてある本ではなくて、私たちがこの約束の言葉をしっかり握って、救われるために書かれた神の福音です。いかがでしょうかこの寒難時代に入る前に、約束の言葉、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われる。この約束の言葉を握って、永遠の命をいただこうではありませんか ぜひ、その幸いな決心をなさってください。さて、また次回、いよいよ後半、みんな大好き666号ですね。次回はじっくり考えたいと思います。それまでまた、皆さんお元気でなさってください。最後までご清聴ありがとうございました。